きげんよう、高松奈々でございます。本日はですね、ゲストの方をお呼びし、根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。本日のゲストはこの方です。どうぞ。はい、タブレット純です。あ、大丈夫ですか？風邪ですか？あ、いや、全然風邪。声が全然声持ってます。あ、そうなんですね、びっくりしました。タブレット純です。はい、よろしくお願いします。はい、タブレットさんすごいお世話になっていて、飲み会とかに誘っていただいたりとか。で、酔っ払うとすごい表現するんですけど、今日はタブレットさんに根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。ちょっと私が聞きたいことをこの箱に今入れておりますので、ちょっと早速よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと私から引かせていただきます。はい、じゃあまず最初の質問はこちらです。はい、あ、今までで一番しんどかったお仕事って何ですか？仕事、はい、そう結構ね、いろいろやられてますよね。 CD も発売されたりとか。まあ、自分はちょっと歌手の時代が結構、はいはい、そっちの方が長かったんですけども、はい、まあ、結構地方スナック周りとかしていて、はい、スナック周り、へえ、はい、じゃあスナックとか行ったことあります？ないですそういう、まあ、結構スナックに回って、いやらしいお店ですよね。いやらしくはないよ。あ、そうなんですか。あ、スナックにいやらしいイメージがあります。はい、いやらしい、まあ、いやらしい人もいるかもしれないけど、はい、スナック、あ、まあ年配の人がこう、はい、飲んでこうカラオケやったりっていう、はい、まあ、そういう結構年配の人の付き合いっていうことをずっとやってたの で、まあ、結構お酒の付き合いとか、はい、もう毎日昼間から昼カラオケ、昼スナックっていうのがあって、昼から昼間からもうそのお酒を、まあ、一番飲まなきゃいいんだけど、はい、ついお付き合いで付き合い酒して歌ってるうちに結構昼夜逆転して、今が昼か夜かも分かんない生活になってしまった時期があったりとか。大変ですね。もうその今思えばちょっと依存症レベル、タブレットさんだって飲んだらいろんな人に触りまくりますもんね。あんま言わないでください。あたさちゃんが あの時もほとんど覚えてなくて。あ、そうなんですね。わかりました。続いて、来た時にはもうだいぶ酔っ払って、はい、そうなんですよ。もう行ったらもう酔っ払ってていろんな人触っててちょっと怖いなって。、はい、そういう感じで結構、はい、歌手の頃は大変ですね。お酒あっての仕事が多かったというか、まあ、嫌いじゃないんであれなんですけど。わかりました。じゃあ続いての質問に参りたいと思います。続いては、こちらですね。はい、あ、仲のいい芸人さんは誰ですか？はい、まあ、事務所だと、はい、同じ事務所だと、はい、アナログ太郎さん。アナログさん、自分の1個上なんですけど、はい、43歳、42歳。あ、そうなんですね。地味ですね。年齢で地味って言われても。あ、地味な顔。地味なメンツですね。地味なメンツ。そう、芸能人の人とか誰が仲いいとか、この人お世話になってるとか、歌手の人とかね、お付き合いとかもある。仲のいいっていう、まあ、朝倉姉妹さんが、あの地味なラインと、ま、地味です。地味って、まあ、割と普段から朝倉姉妹さんってだって何話すんですか？おばさんじゃないですか？結構独立なんですね。まあ、おばさん、確かに。まあ、おばさんでもおばさんなんだけど。はい、うん、でも、アナログさんにしても朝倉姉妹さんにしても、はい、そんな、本当テンション、自分もそうなんですけど、はい、変わんない。あ、その本当、そうですよね、お茶すいながら話してるレベルの感じの。ちょっと一回行ってみたいです。ああ、ぜひ誘ってください。あ、奈々ちゃんなら、はい、結構打ち解けるんじゃないかな。あ、本当ですか？打ち解けるって言われるのも嫌だな、なんか。なんで嫌なんですか？ぜひ次誘ってください。はい、結構、うん、その4人で会ったりもしますし、はい、仕事4人でライブやったりとかもして、ぜひ毎節をやらせてください。あ、はい、ぜ
じゃありがとうございます。やる気ありますか。はい、ありがとうございます。はい、では続いての質問に参りたいと思います。続いての質問は、こちらです。はい、好きな女性のタイプは。好きな女性のタイプ、はい、そうですね、自分は、まあ、前あの、はい、阿川佐和子さん素敵なかなかずっと好きだった時期が、はい、あ、そうなんですね。20代ぐらい、はいはい、まあ、本とかも読むんですけど、はい、単純に見た目もなんかすごく可愛らしいし、はい、そうですね、結構あのその頃もそう、自分ちょっと女性に、はい、あの興味がなかった時期が結構長くて。あ、そうなんですね。そうやって言ったことありましたっけ、あの学生時代とか、はい、27、8ぐらいまでは、はい、あの完全に女性は興味が、男性のお好きだったんですか。あれだから YouTube とかだと毎何回も見られちゃうのかなって思う。でもゆったりはしてることなんですけど。そうなんですね、その中にあって、はい、あの唯一女性がはい、いいなって思ってたのが阿川さん唯一のいいなと思った女性が阿川さん、はい、まあでも男気ありますしね。男気、え、すごくない、強くないですか阿川さんって。あ、まあその持ってるオーラというか人間力、はい、え、多分阿川さんが 99% 話してタブレットさん何にも話さないんじゃないですか、一緒に話したら。あ、でも基本結構そういう人が好きなのかもしれない、ね、そうなんですね。その相手がプライベートとかでも相手がわーって話しててくれれば楽っていうか、はい、じゃあ佐賀姉妹さんとかと言っても佐賀姉妹さんが喋ってるんですか。佐賀姉妹さん、あのえりこさんは結構お姉さんの、はい、割と喋ってくれる感じですね。そうなんですね。みもさんはほとんど喋んない。えりこさんじゃタイプはえりこさんですか。あ、それはないかないっていうか、二人とも好きなんですけど、はい、あの、はい、ありがとうございます。なるほど、これあんまり見られたくなくなるわかりました、ありがとうございます。じゃあ続いて最後の質問です。こちら、あ、はい、高松さんなのにダメ出し。なまちゃんに、はい、そうですね、なまちゃん、はい、なんかでも本当最初会った頃、はい、もう2年ぐらい前です、ね、そうですね、はい、でもどんどん綺麗に、あ、ありがとうございます。やっぱこう、はい、見られると、はい、女性ってこう垢抜けていくんだなっていうのをなんとなく間近で見てるんですけど、はい、でもダメ出しがちょっと褒めるコーナーじゃないですか。でもやっぱ奈々ちゃんのキャラクターだともあの綺麗にならないのも一つの手かなと思って、ね。あ、綺麗になりすぎだと。そうもまだこれね、あのこう髪の毛とかね、こう、はいはい、だんだんこう艶っぽくなってきてみたいな。わ、はい、かりました。じゃあもうちょっとあの髪の毛の艶を出さないと。まあ女性っぽく なっちゃうのはしょうがないけど、はい、なりすぎるなと。あ、そうね、このまま恋人とかできちゃったらちょっと、はいはい、あの芸人はい、としてちょっとなんかあの多分奈々ちゃん的にもなんか面白くないし気が下がっちゃうんじゃないかなとか思っちゃうので、はい、しばらくできなさそうなんでご安心ください。はい、はい、ありがとうございました、はい、というわけでタブレット純さんに、お越しいただきました、それではまたごきげんよう。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんよう。